エンペラーは、ノルウェー出身のブラックメタルバンド。ブラックメタル系ミュージシャンの犯罪が問題だった1990年代の、同国において、3人のメンバーが逮捕された経緯を持つ、ブラックメタルインナーサークル。一度解散したが2005年から再開し、断続的に活動。1988年、当時13歳だった、イーサーンが、 音楽スクールでサ・モスと出会い、バンドを始める。バンド名は次々変わり1991年。最終的に、バンド名はザ、ザウシャルとサファーとなる。しかしサモスは、メイヘムのユーロニモスに影響を受けこのバンドを解体する。また彼は、この頃から、自身がドラムを務めるバンドに向けて、曲を書き始め、新たに、ベースのモルティスを加えてイーサーンと共に、 バンドエンペラーが結成される。1992年、EP、Call from レーブ g r スオブ l a イラ of the t y n t を録音し、キャンドルライトレコードと契約。その後、サモスは、自分に合ったギターへとポジションを変え、ファウストが新たなドラマーとして加入する。またモルティスが脱退し、変わって、ツートが加入。1993年、EP、エンペラー。 エンスレーブドとのスプリットアルバム、ホールデンズ・ラントをリリースし、さらにアルバムの録音に移るが、バーズムのバルグ・ビーケネスの逮捕に橋を発する、ブラックメタル・イナー・サークルのメンバーの相次ぐ、逮捕により、サモス、ファウスト、ソートラも、懲役刑を課せられ、一時期は、イー・サーンが、唯一のメンバーとなってしまう。1994年、EP、アズ・ザ・シャドズ・ライズ。 ファーストアルバム、インザナイトサイドエクリプスをリリース。このアルバムで彼らは、大きな賞賛を得、多くのファンを獲得する。1995年、しばらくは活動の休止を余儀なくさせられていたが、出所したさ、モスト、元エンスレーブドのタリムをドラムに、アルバをベースに迎え、活動を再開。1997年、EP、レバレンス。 セカンドアルバム、アンセムズ・ツー・ザ・ウェルキン・アット・ダスクをリリース。前作よりもずっとプログレッシブさを強めた。この作品は、世界中のメタル雑誌において、アルバム・オブ・ザ・イヤー投票で勝利を勝ち取った。その後すぐに、アルバが脱退したことで、以後は、イー・サーンが、ベースも兼任するようになる。この頃からイー・サーンはより芸術的で、 プログレッシブな音楽性を求め、彼の妻であるアリアルと共に、パカテムというバンドを、サモスとタリムは、デスメタルの方向へ転換し、ザイクロンを結成し、活動を開始する。1999年、サードアルバム、ナイン。イコライブリウムよりリリース。2001年、イーサーンによって、フォースアルバム、プロメテウス。 ザ・ディシプリン・オブ・ファイア・ of Fire a をリリース後バンドを解散することが決定された。2003年、彼らのベストアルバムにあたる、スキャッター・ド・アッシュズ・エィケイド・オブ・エンピリアル・ラースがリリースされる。USA、シカゴ公演2005年9月30日、オスロのコンサートホール、ロックフェラーにいて、わずか数人しか事情を知らされなかった極秘のサプライズライブ出演によって、 解散時のメンバーのママ再結成を果たす。以後、アメリカやヨーロッパで、コンサートツアーを行ったほか、バッケンオープンエアなどのフェスティバルにも出演をしているを、ゲストに迎えて、三度目の来日公演を行った。初期は、ブラックメタル特有の冷たく、重いサウンドにメロディアスなギターリフキーボードを交えた、音楽性を展開。セカンドフォースには、クラシックの影響から、 壮大でプログレッシブな新しいブラックメタルのスタイルを追求。この変化について賛否両論であるが世界的な名声を得るようになった。この時期からはブラックメタルバンドに多く見られるロングヘアやコープスペイントをしていないブラストビートを多用したドラムビートを主体としつつもそれまでと違いギターをスタッカートに刻むようになり キーボードの使い方も従来より大胆である。ありがとうございます。